ターゴインパルス水車発電機のイメージ実際のターゴインパルス水車発電機ターゴインパルス水車は中程度の有効落差向けに設計される衝動水車の一種である。ターゴ水車とも言う。1919年、同じく衝動水車であるペルトン水車に改良を加えたものとしてギルクス社が開発した。設置する箇所の条件によっては、 ペルトン水車やフランシス水車よりも有利となる点がある。ターゴインパルス水車はペルトン水車よりも安価である。フランシス水車で必要となる水車を密閉するような筐体が不要である。非速度が大きくペルトン水車よりも使用水量が大きくても利用できる。このような利点は水車発電機の設置費用削減に結びつくものである。ターゴインパルス水車が適用できる。 有効落差の範囲は、ちょうどペルトン水車やフランシス水車のそれらが重なる部分である。現在では、ターゴインパルス水車を採用した大規模な水力発電所が多く存在するが、このほか運用のための費用が小さいことが特に望ましいとされるマイクロ水力発電向けとしても好評である。ターゴインパルス水車は一種の衝動水車である。流水の運動エネルギーが 水車羽に作用するものであり、その際に圧力エネルギーへと変化する反動水車とは異なる権利である。水の位置エネルギーはノズルで運動エネルギーへと変化する。ノズルより高速度で噴射されるジェット水流は羽に入射すると向きを反らされ、反対側の面より排出される。この際ランナーに加わる衝撃がランナーを回転させる力となり軸を介して、 エネルギーを取り出すことができる。ランナーに作用した後の水には、エネルギーはほとんど残されていない。ターゴインパルス水車のランナーは、ペルトン水車のそれを半分に輪切りにしたものにも見える。非速度は、ペルトン水車の2倍なので、等しい出力を得るために必要とされる、ランナー直径は、ペルトン水車の半分で済む。さらに、ノズルより入射し、ランナーより排出された水が、 他のバケットに干渉することがないので、ペルトン水車よりも、使用水量を大きく取ることができる。ターゴインパルス水車の飛速度は、ペルトン水車とフランシス水車のほぼ中間にある。ジェット水流を噴射するノズルは1本ないしは、複数本を設けられる。ノズル数の平方根の分だけ、水車の飛速度は上昇する。例えば、ノズルを4本とした場合の飛速度は、同じランナーで、 ノズル1本とした水車の2倍となる。ターゴインパルス水車の実際の効率は運転条件にもよるが、概ね86%から88%である。研究所や製造工場における性能試験においては、すでに最高90%の効率が実現されている。ありがとうございます。